どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。さあ、今回は見てわかる通り、このチームのカードです。今回開封します、ベースボールカード、こちらです。エポック2023埼玉西武ライオンズプレミアエディションベースボールカードをこちら開封していきます。今年支配下に残ってる人、あんまりいないは言い過ぎですけど、4分の3ぐらいしかいない気がして。メタルパワーもう一丁平井選手ですね。でも、これもシリアルじゃないな。これも、あ、シリアルでした。すいません。ゴールドホロですね。どう見てもホロですね、これね。はい。道南残照。はい。おぉ、すごい光り方の滝沢選手、ホロ作サイン。この光り方。あ、見えますかね。15分の15。ラストナンバー。さあ、ようやくこのチャンネル、今年初の直筆サインカードとなります。ライオンズ、どの選手でしょうか。はい。はい。はい。いないな。いないな、今年。こちらのエンス選手の直筆サインでした。まあ、サインはね、外国人なりにかっこいいですけど、あと僕、多分外国人選手のサインって初めてなんですけど、このチャンネルで引いたの。とにかく今年いないんだよな、この人。まあ、もうこれがね、昨年の商品なのでしょうがないといったところでしょうか。エンス選手の直筆サインが当たってくれましたと。ということがあったんですよ、この前。回想シーンから始まるっていう、まだ斬新な動画ですね。今年 NPB で応援できる選手のサインは当たりませんでしたので、こちらをメインに今回はお届けしようと思います。改めて今回開封します、ベースボールカードはこちらです。ひょーん。2023BBM 埼玉西武ライオンズヒストリー。こちら開けていこうと思います。ご覧の通り、ライオンズのレジェンドが並ぶパッケージですけれども、以前ずいぶん前にマリーンズヒストリーという商品開けました。あとベイスターズでもそれっぽいカード開けましたが、今回は名門ライオンズの歴史、黄金時代を築いた選手など OB のカードを開けていこうと思います。直筆サインも1枚確定ということで、この商品昨年発売されてからね、松坂さんとか清原さんとか、この両名の収録がないということがね、ちょっと、残念と言われておりましたが、それでもこの豪華な面々なので、木山浩二さん、石毛さん、伊藤勉さん、工藤さん、デストラーデあたりもいいな。このあたり、どんなレジェンドのサインが出てくれるでしょうか。開けていきまーす。ライオンズヒストリー。さあ、こういうパッケージ。1パックに5枚入り、1箱は15パック。ライオンズの歴史をたどる、ライオンズヒストリー。最初のカードは、おお、いきなり、イースサインの工藤公康さんから。最後の方はベイスターズでもね、頑張ってくれました。左腕47の代名詞って感じですね。ホークスの監督退任してからは、ゆっくり過ごされてる感じですね、マイペースにね。はい。そして高橋光成選手、現在の西武のエース。現役選手もこのようにね、収録されております。サインか。サインですね。そうですね。ちょっといきなり出すのもなんなので、今回は最後にしましょう。和田一浩さん、大器晩成、そしてバッティングフォームといい、キャラクターといいね、魅力的な選手。天才的な選手でしたね。そして松井稼頭央監督。すごい、ここいいパックですね。サインもあって、メンツも豪華。選手としてももちろん2090安打、363盗塁。プロ野球最強ショートの一人。さあ、またこいついきなりサイン引き上がったよと思いかもしれませんが、これだけ早いとこの商品はサイン2枚箱っていう場合もありますので、それにも期待してしまいます。
単純にいきなり引いただけかもしれない。はい、豊田選手、巨人でも活躍されましたね。抑えのピッチャーでした。迫力のあるピッチャーでしたよね。おー、さらに抑えで続きましたね。増田選手、現役選手のデザインかっこいいですね、カードのね。お、石井和久さん、楽天前監督、 GM は続けるんでしたかね。まあ、この人も話題のドジャース経験者ですからね。はい、若菜さん、時代を感じるユニフォームになってきました。クラウン、太平洋クラウンという時代の方ですからね。石井義人さん、入団はベイスターズ、西武に移籍してからさらに活躍した選手。田辺さんですね。このあたり懐かしいですね。はい、そしてヒストリーおなじみ、球団の歴史をたどるシリーズ、東尾監督のもと連覇を果たす、この時強いですね、森さん、東尾さんでずっと A クラス、1990年から2001年、本当に黄金時代を何度も数えているチーム。さあ、インサートが出ました。ここで見えますかね、稲尾和久さん、チームレコード奪三振の2574もダントツ。西口さんの2000超えもすごいですけど、まあもうこの人はライオンズというか野球界のレジェンドですからね。稲尾さんですね。赤田翔吾さん、時代的にはこの方も印象深いですね。あ、そうか、そうか、最後日ハムオリックスにも行きましたね。そうでしたね。そしてアップルパンチ、野崎選手です。はいはい、そして GG 佐藤さん、現役の時も明るかったですけどね、今あの X が楽しいです。 GG さんは TwitterX が面白いです。ティモティーの人。はい、細川さん、いいですね、渋いキャッチャーでしたけど、扇の要でしたね。さあ、こちらは東尾さんのインサート、ライオンズダイナスティ。やっぱりこのヒストリー系の時はあの車が商品の大きな鍵を持っている写真っていうのがよくね出てきますよね。ライオンズダイナスティというインサート。はい、戸亀さん、このカードの中でも割と最近まで現役だったというような印象ですよね。涌井選手、まあもういろんな球団渡り歩いてますけど、まだまだね応援したい選手。牧田さん、牧田さんもね特徴的なピッチャーでした。さあ、次が稲尾和久さん。この時代でもなんか綺麗な鮮明なカラー写真ですね。さすが BBM と言いますか。はい、もう一丁、ライオンズダイナスティ田辺さん、こちら2枚目のダイナスティ源田選手。一応この商品現役選手のサインも出ますのでね、その中で言えば源田選手が一番欲しいかなと思ってます。田淵さんですね。阪神の印象も強いと思いますが、ホームランアーティスト田淵さんでした。さあ、そしてこちらも西武黄金期の選手ですね、石毛さん。守備も含めて魅力的な選手、 MVP も取ってるんですね。シーズンすごいですね。94年オフに監督就任の要請を誇示して大変に FA っていう珍しいなんか展開ですね、それね。さあ、レギュラーカードここちょっと被りますかね。あ、いえいえ、片岡さんでした。片岡さんも足が魅力、あの日本シリーズの走塁っていうのはね、巨人戦のも何度もね映像で見ましたけど、この字で収録されてるんですね。どちらかというとあの貿易の駅のあの安行さんの方がイメージは強い選手ですが、まあ何度も登録名は変わってますのでね、この方はね。あ、ここですね。はい、鈴木健さん、エポックの方でも話したんですがカットしましたけど、西武のスラッガーというイメージも強いですし、引退試合であの村田修一さんがねファールボールを、鈴木健さんがファールボール打ったんですけど、サード村田さんがわざと落として、その後確かヒット打ったと思います、引退最後の打席。そんなシーンも印象的でした。球団の歴史、1960年から69年、中西太兼任監督の元奇跡の逆転優勝。この時はまあ5位とかもありますけれども、あ、黒い霧事件、そうですね。そして秋山浩二さん、いいですね、かっこいい写真ですね。ずっとかっこいいですけどね、この人ね。あ、秋山さんはトレードだったんだ、大型トレードで大英に移籍と。はい、愛斗選手、まあ、こういうねカードでも収録されるぐらい人気実力のあった選手ですが、現役ドラフトでロッテに移籍、まあ、今季からはロッテで応援できるので楽しみな選手です。はい、大西口さん、
まあ、西武のエースといえばに挙げられる選手ですよね。ノーヒットノーラン3回逃してるのもまたよく語られることです。ただこのタイトルですよね、すごいですよ。はい、花森英二さん、この人はあのかっ飛ばせ清原くんですごいデッドボール受けてるイメージがあるんですけど最多四球オーバーアクションで人気を博したっていうね、そんなイメージです。最後は和田さんですね。そう、ライオンズヒストリー開けてるとかっ飛ばせ清原くん思い出すんですよね。河合淳二先生のコロコロでの連載、清原さんが主役主人公、世代としてはゴーゴーゴジラ松井くんの方が世代ではあるんですけど、まあ、コミックス単行本でかっ飛ばせ清原くんも読んでました。まあ、今なかなか野球選手をモデルに漫画描くっていうこともいろいろ難しいんですよね、権利のこととかでね。あの河合淳二先生、今 X ですごい今のプロ野球のハイライトとかで今もイラスト上げてますんで、で相変わらずやっぱり似顔絵がうまいというかね、特徴を捉えるのがもう本当にお上手なので、ぜひちょっと見ていただきたいですね。さあ、そしてこれはさっきの東尾監督の同じ歴史のカードですね。おー、懐かしい星野さん、もういわゆる左のリリーフ、左キラーという感じのピッチャーでしたね。新谷さん、そしておー中島選手、これはいつ頃の写真なんですかね。今年からは中日でのプレーとなりますが、やはり西武での印象が強い選手ですね。まだまだ頑張ってほしい。マシノさん、マシノさんもなんかパワープロで使ってた記憶あるな。はい、苦難の70年代、まあ、黒い木事件があって低迷していたっていう時期ですね。稲尾さんが監督でしたが、はい、そして石井武弘さん、おサイン出ました。やっぱり2枚ありましたね、この箱ね。これもそうですね、サインのようですね。おー、やったやった。デザイン的に現役選手のはなさそうでしたが、いや全然レジェンド、サイン2枚箱 OK です。そして石井隆さん、この人もね、まあ、このカード見て分かる通り表情豊かなピッチャーでね、結構あれだ、プロ野球チンプレー、コープレーとかでよく出てた気がします。はい、平選手、ゲーム実況だけでなく先発転向もうまくいきましたね、この人もね。はい、本当僕野球漫画で育ってきた人でもあるんで、ベイスターズファンになったらもうあの水科貴之さんの佐々木様に願いをきっかけが強いですし、そのあたりは竹書房でしたね、あの漫画パロ野球ニュースとかあの辺の松井日記は知っているも好きだったな。伝わるのかなこの話どれくらいの方の共感を得ている話なのか。はい、球団の歴史、三原監督の元の黄金時代ですね。西武って本当連覇多いですよね。3年連続日本一、西鉄という時代、平野健さんいいですね。このあたりも懐かしさを感じます。栗山拓実選手もバッティングでも未だに存在感ありますからね。今季はね、どれだけ試合出てくれるでしょうか。あ、そして今年からライオンズに復帰しますね、住谷選手。鍵を握ってるような気もしますね、このあたりの選手がね。そして名将森監督、まあ、西武黄金期が多いので監督も何名か挙げられますけど、この人のイメージが強いかな。だって9年間でリーグ優勝8度、日本一6度、野村監督と争ったヤクルトとのね、日本シリーズ、まあ、一時代のプロ野球っていう感じですよね。はい、太田選手、車シリーズですね。土井さん、土井正弘さん、そして石毛さんのライオンズダイナスティ、このあたりちなみにね、パラレルとかもシリアルカードあるはずなんですけれども出てくるでしょうか。若菜さんで、あ、埼玉西武ライオンズと快勝、2002年から2013年、渡辺監督の時ですね。あ、伊藤勤監督、伊原さんもやってましたね。この時代はコンスタントに A クラス取って優勝もしっかりしてますね。監督人事が強いチームでもあるんですかね、西武は歴代ね。コロコロだとあのラモスくんの漫画も好きでしたけどね、樫本学先生の。はい、西武の話しなさい。ブコビッチ、外国人選手もね、この辺りの時代特に印象的なバッター多かったですかね。三原監督の音、これは出ましたね。はい、森重和さん、投手コーチとしてのイメージが強い方ですけどね、現役はまあロッテを拒否して西武一筋という感じでしたか。はい、
尾関さん、まあ、俊足高打というイメージ。はい、香取さん、リリーフピッチャーのイメージ強いですけど、最優秀救援、最多セーブも取ってますしね。はい、そして高木博之さん、9番セカンド、そう、9番のイメージありますね、高木さんね。嫌な9番のイメージがありました。そして阪神の印象がかなり強いと思いますが、真由美さんもこのライオンズヒストリー収録されております。入団はね、西武の前身太平洋クラウンということで、そっか、田淵さんとのトレードだったんですね。若菜さんと共に阪神に移籍。はい、橋本武弘さん、はい、そして辻井さん、辻井前監督ですね。監督としての印象も選手としての印象も強い内野手、攻守の二塁手というセカンドという、そういった方です。最後は中西太さん、この方も監督もやれてますし、現役時代長くはなかったですけれども、トリプルスリーも達成している怪童中西太。はい、最後の2パック、サイン2枚の時はシリアルカードはインサートは出ないのかな、どうだったっけ。杉山さん、はい、金子裕二選手、こちらは、あ、これシリアルですね。ゴールドのライオンズダイナスティ平野健さんのもの。さあ、こちら100シリアル、100分の53ということで、しっかりシリアルカードも出てくれまして、塩崎さん、この人も特徴的な、そして人気もあるピッチャーでしたね。はい、小野寺チカラさん、西武リリーフ陣の一角でした。そして浅村選手、やっぱり浅村選手、このユニフォームの印象まだまだ強いですね。もう楽天でも長いですけどね。はい、立花さん、そして記録のカードは東大佐野さん251勝、これは球団の、まあ、稲尾さんはやっぱりすごいですけど、2番目の記録、天下東宝東大佐野のインサートで、岸孝之選手、こちらも今は楽天。そして山崎博之さん、山崎さんマリーンズヒストリーでも出てた気がするな。はい、ということで、ちょっと移しまして、サイン2枚を見ていきましょうか。さあ、まずは高橋光成選手の後ろ、こちらのサインカード見ていきます。はい、このデザインはまあ OB の方であることは間違いはないんですが、こんなサイン、はい、渡辺富夫さんのサインカード120シリアルです。渡辺富夫さんってレギュラーカード出てない気がする。時代としてもこの時代はちょっとわからないですね。まあ、調べてみようと思います。このサインのバックには写真がね、かつての写真が写されているデザイン。はい、こちらが一つ目の直筆サインで、もう一つ見ていきましょう。嬉しいですね、一箱でサイン2枚、しかもヒストリーはお安い商品ですからね、ありがたいことです。さあ、ちょっと珍しいことしますか、シリアルから見ますか、後ろの。さあ、シリアルはこんな感じ、90分の24 90枚、どんな選手のどんな OB のサインでしょうか。はい、こちらのサイン32という背番号を出てきてくれたのは、おーおー、石井良人さん。石井さんは現役知ってますし、元ベイスターズという意味でも、これは嬉しい方のサインですね。はい、ということで今回のライオンズヒストリーはこのような内容でした。まあ、西武もね、ほんと去年はいろんなことがありましたので、松井稼頭央監督もね、就任1年目から大変でしたけど、やっぱりね、5位6位が似合うチームではないのでね、こういう歴史をたどるとより分かりますが、またね、いつしか上昇という時代も見たいチームでもあります。さあ、ということで今回、季節して2本立てにはなりましたけれども、西武ライオンズの動画2本、メインとしてはライオンズヒストリーをお届けしました。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。余計川でした。また今度。